んだよ、良平。呼んねえのかよ。なあ、俺たちって何かある？何が？守るお前何かやりたいことある？そうなあ、シバが見てえかな。買ってこうかな。よし、決めたっと。何？スケボーで日本一周。何それ？決めたっと。でっけえな。やっぱやめようかな。よし、こりゃ金かかるな。15,000。これリキッドリキッド、これ ESG、 これサルソール、全部オリジナル。これブラックバード、これも廃盤。20,000。それ以上無理。オッケー。でもなんで売んの？ほら、もったいねえな。俺今度スケボーで日本一周するんだよね。だから金がいるんだよ。それじゃ。これでやっと100,000か。これだけじゃ名古屋あたりでガシだな。なんかバーンと楽に金が入る方法ねえかな。いや兄ちゃん、6レース乗らねえか。4号これは絶対来るな。絶対来るな。本当？今日の俺はよ、めちゃめちゃついてんだ。めちゃめちゃついてんだよ。本当？頼むよ、よしお。絶対返すからさ。やだよ。お前が競馬とかやってっからだろ。それにスケボーで日本一周。バカじゃねえの？バカじゃないの？頼むよ。よしおの作った服結構売れてるらしいじゃん。やだよ。俺ショップ持ちたいからさ。私もケンチ、この前の5,000返してからいいやん。大体お前にそんなことできるわけねえじゃん。そうそう、お前そのバッカみたいな話ユキに話した？あ、忘れてた。信じられない。信じらんない。バイトどうするの？やめる。またやめるの？ああ。本当にやるの？やるよ。
本当に？やるって。もっと力強くガッツポーズとって言ってよ。俺は絶対スケボーで日本一周してみせるぜベイビー。バーカ。沖縄も行くの？沖縄？沖縄もスケボーで行かなきゃね。そんなの無理だよ。どうして日本一周するわけ？わかんないけど、ユキはさ、いつか映画撮りたいって夢持ってんじゃん。俺別に何もないし、なんか好きなことで何かやってみたいし、それにさ、今のうちなら無茶もできるじゃん。ふーん、そうだね。みんなさ、信じてくれねえんだぜ、俺の話。そう？羨ましいだけなんじゃない？ユキはさ、どう思う？私は良平のこと好きだし、良平が自分で決めたことだから言っちゃえ言っちゃえって感じ。でもちょっと寂しいかもしれない。日本一周は無理かもしれないけど、半周ぐらいはどうにかなるかな。行く前から何弱気なこと言ってんの、ばっかじゃないの。でもそれっていいお金かかるんじゃない？そこなんだよな、問題は。お兄ちゃんに相談してみれば。今夜ガレージにいると思うよ。やだよ、ユキの兄貴めちゃめちゃ怖いもん。絶対殴られるよ。そう？平気だと思うけど。傭兵のエンジン！日本一周するんだってよ。そいつはすげえや、かっこいいじゃん。いや、兄ちゃん、あ、金か。10万ぐらいだったら貸してやるぜ。おい、良平、てめえ半分で帰ってきやがったらただじゃおかねえぞ。気合入れときゃ気合入れて。じゃあな、頑張れよ。頑張れよ。あ、良平、なんだ、吉尾と回る？お前のこと見せながら探してるぞ。じゃあな。やっぱやめときゃよかった。明日か明後日ぐらい。へえ、本当に行くんだ。ほら、何これ。え、いいのかよ、こんなに。バカ、貸すんだ。絶対返せよ。これも。俺と吉尾から言ってる本か。キスエベンのニューテープ。サンキュー。ちゃんとユキに電話してやれよ。
り。たまには電話してね。ほら、吉尾と守からの選別。すっごい。お土産何がいい？いろんなお話。大丈夫か？寂しいか？ユキ、ユキ、かわいい、ね、ストーリーがすごく全然まとまってたよ、全然ちゃんと、うん、まとまってる、何が